はい、おはようございます。あれ聞かないんですか。あ、俺が邪魔。笑ってますよボンズからの拝聴者、拝聴者、坊主だ、坊主さんからの、坊主 100% からの、アキラ 100% じゃないからね。ハゲてますよ。本当ハゲてるね。カッパですよ。それ間近に言われると困るんだけど、これハゲてますよ。カッパみたいに乾いちゃうからね、ここ水いつも濡らしていかないと、これが大変なことですよ。坊主にしたらいいんじゃん。するよ。帰ったらするよ今日それで満足ならするよ。俺も坊主にするよ。そしたら俺の名前も坊主になっちゃうよ坊主になっちゃうよ。坊主二人でいいんすか。ほらほら警察来るよ。あんまり大きい声出すとっていう風に始まったんですけどね、うん、今日はちょっと一つ質問があるんですよ。いつもね、僕あのインスタグラムとか、はい、メールとかで質問が来るんですよ、うん、いっぱい、うん、アメリカで寿司屋になりたいんですけど、うん、どうしたらいいですかと。日本で寿司屋になりたい。日本で今寿司屋をやってます、うん、コロナの影響で2年間店を閉めてました、うん、で今しか人生ラストチャンスですって。私も50歳になります。えアメリカに来て最後の夢を叶えたいですっていうのが1人。50歳で。もう1人は15歳、高校生、高校成り立て、うん、ミキさんのもとで修行がしたいです。もう店持ってないんですよ俺。ミキさんのとこで修行したい。店持ってないんですよ俺。絶対やめた方がいいね。ね、まあ2日ぐらいでやめますからね、厳しいからね。海洋になってすぐやめ。3人目いきます。3人目35歳、ああ奥さんいます、子供います。ああ毎月お給料60万円ください、雇ってください。嫌です。60万、はい、アメリカで成功したいです、チャレンジしたいですっていっぱい来るんですよ。チャレンジしたい。どうなんですか。チャレンジしたいのに60万くれっていうの。はい、まあそれ人もいますけど、まあたくさんの人があれですよ、うん、日本で寿司学校通って行っちゃった来た方がいいんですかとか、寿司学校にアメリカに来て始めた方がいいんですかとか、いろいろ聞いてくるんですけど、一番大事なのって言葉じゃないですか。言葉だね。言葉の前にまずビザじゃないですか。そうだね、分かってないですよね。握れりゃいいと思ってるんですよ。そういう人たち多いね。ああ、もう好きだね、うん、それについてちょっとはっきり言ってあげてもらえますか。その人たちは何、あのこの YouTube 絡みでミッキーさんに、そうですね、コンタクトしてるの。そうです、 YouTube 絡みでメール来たり、あのインスタから DM 来たり。インスタから DM、はい、もういっぱい来るんですよ。もう DM っていうのは何ですか、横文字で。ダイレクトメッセージ。ダイレクトメッセージダイレクトメールじゃないですか。ダイレクトメッセージですね。あれメールじゃないんで。ああそうなんだ、はい、それ DM っていうんだ。それ日本の方はみんな知ってます。 DM って、お DM って、はい、日本から来てる言葉。日本で言うあのショートメールっていうのは何。それは分かんないんで聞かないでください。テキストのこと分からないです私、ね、E メールしか分かりません。だからそれをちょっと答えてあげてもらえますか。その日本で寿司学校出てきて、うんうん、アメリカにビザもなく子供も喋れなく寿司だけ握れる状態で来て、うん、給料稼げるんですかと、うん、やっていけるんですかと、はい、まあいい例を出すとしたらさ、はい、やっぱりあのほら俺野球好きだから、また野球か、野球の話ちょっとそれちゃうけど、はい、いやこれ一緒だと思うんだよね。あのまあ大谷君はさ、はい、あの大谷さんね、大谷さんね、はい、あの通訳つけてやってるけど、僕らより上ですから。お谷さん、いや大谷君は下だよ。いやお谷さん、あのほらちゃんとアメリカ人の発音で通訳のね、お谷さんって言ってます。通訳のほら一平いるでしょ、はい、一平はほら僕、はい、あの先輩 の、 うん、のそれ言ったらもう素性がバレちゃうんじゃないですか。バレちゃうかいやいや、まあほらそういえば、うん、あのお父さん、うん、あの日本の番組出てましたよね。誰、ニュース番組出てましたよ、うん、お父さん。お父さんいつも出てるよ、いろんなもの出てるよ、新聞にも出てるもん。牛タン焼いたい公園でって出てましたよ。あ、喜んでたよって言ってましたよ。あの大谷さんに牛タン振る舞ったっていうバーベキュー話、はい、あのいつも通りあのゴム手袋つけたままインタビューしてましたよ。さすがと思って。何色だった。あれ黄色っぽいあの白の黄色の、はい、いつもつけてるやつですね。そうか、はい、まあ話しとれますけどね、うん、はい、いやだからほらやっぱさ、言葉をちゃんと学んで、うん、あのじゃあサッカーも言ったらさ、うん、中畑ね、中畑中畑さんはさ、やっぱほら全部喋れるじゃん、はい、イタリア語も喋るし、はい、英語も喋るし、はい、ポルトガル語も喋るでしょ、はい、やっぱそこにゴンって入ってってさ、うん、やっぱ周りと対等にこう渡り合ってこうやっていけるわけじゃん、うん、でそういう時にさ、やっぱさ、まあ、サッカーは特にほらこういう直接の何ちょっと話しといてる、うん、いやいや、僕の目線がみんな会いたいかなと思って、僕の目線がちょっと今目線ちょっと本当にミッキーさんのファンなんているの、この世の中に。
わかります？これウィンクしてるんです、それ。それはだってあの僕のファンの、僕のファンの主婦層に対して、はい、みんなほら、僕が結婚してたっていうのをはじめさんのチャンネルで言ったらみんなショック受けてて、マジで誰一人コメント来なかったんで。ジャニーズの人とは一緒じゃんじゃん。まあまあまあ、そうなっちゃうかな。本当に言ってんの？まあ今ちょっと匿名だから今ちょっと病院に浸ってますけど、そうなっちゃうのかな。そういう人たちって何、本当にダイレクトメールとかで来るの？何ですか？気持ち気持ち、なんかその寿司屋さんに関しての質問ですよ。ああ、いっぱい来ますよ。あのいやいや、ミッキーさんのその女性層のファンから。なんかなかなかプレゼントとかいただいたりとかします。マジなの？はい、マジですよ。この間見せたじゃないですか、ちょろちょろっと。なんかあのちょっとやらしいティーバッグの。そんなのはないです。ちょっとやめてもらえますか、もうダメなんだ本当に。せめてふんどしにしてくださいよ、赤粉。赤粉か。赤粉、赤ヘル、キルガサさちを、そんな感じでお願いします。うん、そうだね。いやだから、もうちょっと答えないでもらえますか。いやだから、ほらそういう、だから寿司握れればいいってもんじゃないですよね。そういうもんじゃないんだよね、うん、やっぱりね。でやっぱり来てからのそのカルチャーショックとかさ、はいはい、やっぱその何、アメリカから日本のプロ野球に行く助っ人もそうだけどさ、うん、途中でとんずらして帰っちゃうやつとかもいっぱいあるじゃない、うんうん、やっぱさその生活スタイルとさ、そのか何、野球にしてもベースボールと野球の違い、うん、だから寿司と寿司の違い、うん、やっぱりさボクシングと剣道の違いですね。あ、そうだね、いろいろあると思うんだよね。だから来てやっぱりその食パンとロールパンの違いみたいな、それは違うな。それ違うんですか、うん、だからサングラスグラサンの違いみたいな、いや全然違う、 それは違う。炊き込みご飯とおこわの違いみたいな、そういうことじゃないだからさ、OK です。OK Google。だから働く人まず。OK Google で出たんですけど。OK Google OK。まず一番はさ、やっぱり一日をさ、はい、まあアメリカにその寿司屋さんと来て人として来て。おおさん硬いな話が。あ、すいません、失礼しました。お願いします。質問に答えなきゃいけない。ごめんなさい、すいません、お願いします。よろしくお願いします。まあ、1日さ、うん、まあ今8時間労働とかだいぶなってきてるけどさ、それでもまあ入る店によってはさほらランチディナーってやってさ、はい、1日あのミキさんのとこみたいに12時間ぐらい拘束されるとこもあるわけじゃん。15時間、それを週3日もやってんだもんねまた出ないいらないっつうのね来週なんか週4日大丈夫断ったんだけどどうしようもって言うから心筋梗塞になるんじゃない、来週だけって言うからもうどうしてもって言うから俺断ったんですけど、マジでしょうがなくって大丈夫時給ちょっと上がったんで、そういうふうに言ったらもう差し入れとかしてくれるんじゃないの、時給ファンの人たち、時給上がったんで2ドルぐらい、マジでじゃあ何35ドルいや18ドルミニマム18ドルなの、今まで16ドル16でやってたの、16ドル4000ドル今ミニマムね、あの金食い虫の藤田さんが16でやってたの、はいはい、20じゃなきゃいけない、名字は内緒にしてもらえますか、そうなんだ、すいません、僕藤原です、18でもまああそこはチップが多いからでしょ、まあ、そうですね、うん、まあいろいろまあまあほらやっぱ家族のいる人たちもさ、うん、まあその奥さん子供さんがさ、うん、生活に馴染めるかどうかっていうのも問題だしさ、やっぱりねそのスポーツで海外に来た人たちの裏話っていうのはみんなほら分からないじゃん、シーズンでは、ね、家族が来て帰っちゃったプロ野球選手の人もいるわけじゃない、うん、家族は置いてきたとかさ、うん、来たけどあの生活に馴染めなくて日本に帰って自分だけ、うん、あのこっちでプレーしてたとかさ、いろんなパターンがあると思うからさ、それ一概に言えないと思うんですけど、でもやっぱり言葉とその生活っていうか環境文化、うん、このアジャストは結構、うん、バイタリティのある人じゃないと厳しいと思う、ね、アジャストって何ですか、アジャストっていうのは適応、対応、適応能力ですか、適応能力だ、対応能力、うん、もともとそのアメリカに何回来たことあるとかさ、うん、アメリカが好きで、うん、そのまあでも好きと住むのは違いますからね、違うからただの憧れとかさ、大谷さんとか見てればさアメリカいいなかっこいいなと思うけどまあ実際来たその裏側はまあもちろんそのメキシカンたちとその働かなきゃいけない、うん、やっぱりそのこういう言い方したら悪いけどやっぱりほら血のいやその辺でやめていきましょう、ああ、OK、その辺でやめていきましょう、うん、はい、やっぱりその危険な言葉が出そうなんでやめてください、僕の広告収入が入らなくなるんでやめてください、そっか、うん、だからやっぱりほら、うん、
ね、そういう人たちともまたうまく、またアメリカに来て違う文化のアメリカで住む上に、うん、違う国のやつらが来て一緒にキッチンで働いてて、うん、ね、その日本だったらきっちり使ったものは元に戻しなさい、うん、まな板はきれいにしなさい、うん、ここはきれいにしときなさいっていうのはもう通用しないじゃない、うん、もうそういうのできる人たちが少ないからね、まあ、ね、外のね、サーバーほらウェイトレスとかも白人とかだとやばいですもんね。やばい、ヘイって言ってくるからね。もうさ、板前さんでさ、俺は板前だってやってる人が、白人のお姉ちゃんにヘイって言われたら、俺でもカチンとくるよね。でね、あと営業前ね、営業5時からとかなのに、普通に4時半頃仕込みしてる時にね、うん、オーダー入ってきてね、お腹空いてますみたいな。そうだね。金払うからいいだろみたいな。うん、もう2時でクローズしてるのに、2時15分にビビビビとか来てね。払った。いや、そうそう、言われてた人がいた。ちょっともうカットめんどくさいんで、本当やめてもらえますか。ヘイ坊主じゃないですか。名前はいっぱいいるから、うん、だからさ、ヘイ坊主じゃカットしなくていいってことですね。してください、してください。ヘイ坊主でしょ。ヘイ坊主、ヘイ坊主、ふざけんな坊主、うん、これか。まあだからさ、やっぱり最初の一人で単身、うんうん、3ヶ月ぐらいでもやっぱ旅行ビザでありますからね、うんうん、3ヶ月滞在できるんだから、うん、まず自分で来てみたらいいと思うよね、うん、で、まあでも3ヶ月来てさ、そのどうやって給料をもらうかって話にもなっちゃうから、もうキャッシュで払ってくれるとこないからね、うん、で今なんだろうね、どうやってワーキングビザを取るのかな、まあ何が主流なの。取れないでしょ今だって。もう正直言って、さっきも自分の動画で話してたんですけど、うん、正直自分で店持ってたら、うん、50歳になる人に、うん、寿司、50歳になる人で寿司握れるだけの人に、うん、俺ビザ出さないし、出さないね、給料も出さないですよ。出さないね、ていうか雇わないですよ、うんうん、僕のね、長い付き合いの友達、LA の近くのビーチサイドでちょっとお寿司屋さんやってる人、やってる友達いるんだけど、もうその彼はまあもちろんもともと板前じゃなかった、うん、まあフロントサイドの子だったんだけど、まあ自分でお店持ってまあそれなりに自分でお寿司作ったりもしてるけどね、お寿司屋さんちゃんと雇って店回して、もう10年以上やってて、もう地元に根付いた、まあいい店なんだけど、彼なんかだからグリーンカードこっちから申請してあげてるよね、日本に。だからその人は待ってる、若い子が、はいはいはい、何歳差かな、若い子がいるんですよって言って、その彼が多分今年もう降りるとかなんとかって言ってたかな。だからそのどこのビーチですか。いや、それ言ったらほら俺と繋がってるの分かっちゃうから、まあ、うん、いいんだけど、レドンドビーチだじゃん。まあそっちの方だ、だからハモーサだ。だからその50歳の方でも一回アメリカに来てもらって、でミッキー君がさ仕事っぷりを見てさ、でいやいや、俺は雇わないですよ。あ、雇わない。じゃあもう無理。店持ってないですもん、俺。あ、まあまあそうだ。そうだよ。無理。店持ってないですよ。自分の働いてるところにも紹介しようとも思わないんで。うん、だからそういう人たちはやっぱ日本から。いや、どうしたらいいですか？アドバイスございますか？でもさ、今最近はさ、アメリカも人材不足だからさ、やっぱりそうやって日本に募ってる人材を募ってる人たちがいるって聞いたけどね、彼から。だから日本。あ、でもほら今それはお任せブームだからじゃないですか。彼はお任せとかやってないから。できるんだですか。あ、その人が、うん、お任せのお店じゃないから、うん、それでも人材がやっぱ必要で、うん、だから彼がその社会人が出てるしな、青源、グリーンカード取るっていうのはやっぱその人間性と、まあ、なんかだってグリーンカード今10年かかるんですよ。無理でしょ、10年間どうするんですか。学生ビザかなんか学校通うんですかね。それはもう無理でしょ。いや、もう無理でしょ。でもだからその友達の申請してる子は日本で待ってるよ、降りるまで、うん、だけどやっぱその子が来たらゆくゆくはその彼に店を任したいって彼を考えての投資だから、うん、だからその50歳の方でちょっと寿司だけ握れるってなっても、うん、やっぱ人を使えるそのマネジメント能力、まあだそしたらね、やっぱ言葉ですから、うん、言葉も、まあ言葉でもさ、言葉はちょっと喋れなくてもこうなんていうのかな、パーソナリティ、その何明るいキャラクターとかでさ、こうボディーランゲージとかで人とコミュニケーション取れる人だったらまた別だよ、また、うん、まあ働くだけならいいですけどね。でもマネージャーとかほら、うん、そういう関係をやるんだったら
やっぱいろんなあるじゃないですか、クレジットカードのトラブルとかもあったらそれ全部英語じゃないですか、お客さん対応とかね、うん、ドア出しとかね、ああいうのも全部今英語なんでね、対応無理ですよ ね、 そうだね。だからもう今はもう本当寿司だけ握れるっていう人を雇うとしてもやっぱその時給だよね。もういや俺は雇う人いないと思うんですけど、いやそれは分かんないよ、今も人材不足だからさ、寿司だけ早く握れる人、仕事が綺麗だったら、うん、ある程度の給料もらえると思うよ。英語喋れなくてもですか？英語喋れなくても、だってそれは英語喋れない人いっぱいいるじゃない。本当に？寿司屋さん行ったらいっぱいいるじゃん。メキシカンだってみんな喋れない子ばっかりじゃん。うん、だけどその、うん、仕事は見つかると思うけど。見つかると思います。まあでもそのビザの問題だよね、あとはね。まあ多分俺が言いたいのは一番の大事な気持ちなんですけどね。まあまあ気持ちだよ。まあ、それはそう。生半可で来られるともね、無理だってことを。いやまあだから俺は簡単に仕事見つかるとか言えないんですよね。見つかんないと思うんで、俺だったら雇わないんで。でも最近あのウェブサイトでいろいろあるよね、日本の、日本人向けにアメリカとかヨーロッパとかデュバイとかあっちの方のさ、あそっちの方行けばいいですよね。だアメリカじゃなければねアメリカじゃないところの方が行きやすいね。ああほら日本語喋って通訳とかつけてくれる人のところがいいんじゃないですか、うん、まあデュバイなんていうのはほら大きいホテルとか行ったらもう日本人の頭を一人雇って、あとはみんなインドネシアとかフィリピンとか、うん、あっちのあのあれは英語いらないですか？どうやって会話してるんですか、ね、デュバイ？デュバイとかね、英語ですよ。英語 だってフィリピン人みんな英語だ。じゃ英語じゃないですか全部。だからだけどそのじゃ寿司学校通う前に英語学校通った方がいいんじゃないですかね。本当に来たいと思ったらやっぱり英語勉強しなきゃダメだよ。だってなんでか、なんで俺こういう風にずっと否定的で話してるかっていうと、うん、しつこいメール返すじゃないですか、うん、例えばその一人じゃなくてみんなにメール返して、うん、そのちゃんと返すんだ。本当に覚悟、ね、いやメールね、うん、だ本当に覚悟ありますかと、うんうん、真剣に覚悟ね。例えば親とか、親を捨てるだけじゃなくて、まあ、捨てるとかじゃないですけど、うん、会えなくなるし、うん、例えば恋人がいても恋人とも会えなくなるし、うん、友達ともみんな別れるんだよっていう話をすると、うんうん、そこまで考えてませんでしたっていう質問来るんですよ。みんなそうやって帰ってくるんですよ。であと連絡が返ってこなかったりとか、そのまま仕方ですよ。向こうから質問してきてるのに質問返したことに関してもう仕方みたいなね。そういうのはもうだからもうなんかね、ミッキーさんの時間をさ無駄にしてるよね。無駄なんです聞くのはただだけどさ、いや本当にある程度さ真剣にそうお願いしますとか、ほら最初に丁寧に来るからね、答えてあげようと思って、だからもう返すのやめて、最近はもうこうやって、うんこチャンネルで返していこうと思って返事を。いやだけどこれあのチャンネルの人にまた俺あの何もうそれそういうの言わなくていいです、うん、そういうの言わなくていい、まあ、そういうの言わなくていいです。あのさはっきり言わせてもらってさ本当にアメリカに来て板前になりたいと思ったら、うん、ミッキーさんに聞かないで自分で調べるよ。本当そうなの、そこなんです、うん、いちいち人に聞かなくてもさ、それ言ってください。だってさ、はい、今はさグーグルしたらいくらでもインフォメーションあるじゃん、うん、俺らアメリカ来たの何二十何年前、二十、うん、何年前だよね。俺30年前です。30年前だ。俺26年前、うん、あの頃なんかコンピューターないじゃん。ないですね。まあ人伝いに聞かなきゃいけなくて、うん、そういう業者に頼んでやってもらったけどさ、うん、まあまず来る前にさどういうのか自分でもある程度調べたじゃん。業者に頼むってことですか？業者って、まあ俺あのアメリカの大学の日本校みたいなの行ってたからさ、そこに行かないと親父が許してくれなかった、うん、まあ、英語も喋れないやつが行けるわけねえだろと。ここ行って、なるほど。でそれをあの高校3年生の時の担任の先生に言ったら、おじゃ あのこういうのがあるから親父さんにちょっとこれ見せてみて、1年間ここに通ってあれしたら、あの親父さんたちもちょっとあの気分なくなんじゃないかって言って、それを親父に見せて、もうまた一括払いの200万ぐらいだったかな1年間で。すげえじゃないですか。まあ俺いいとこの出だからね一応、あの家がねお金はもらえないんだけどね。なるほどね。お父さんはちゃんとほら銀行員財をなしてる。そのインフォメーション大丈夫です。いらないね。そのインフォメーション大丈夫です。なくなったらいくらの遺産が残ってるのか、まあ、マジですか？全然わからない。いや、そんなミッキーさんとかいかないよ。いらないっす。そうだから、うん、そのなんだ、うん、自分で調べる。まあ確かにそうですよ。Google したらいくらでも出てくる。うん、で業者もいっぱいあるしさ。うん、てかそんな待たないしね、まずね。あの聞いたりとか、だからさ、そういう人たちってミーハーでなんかねちょこちょこ聞いてるぐらいのもんで、俺やっぱさそういう人たちとなんか何そのダイレクトメール、うん、ダイレクトメッセージ、うん、とかなんかこの DM ね、あのインスタグラムとかでさ、うん、その知らない人とつながっちゃうみたいな、で俺そういうの全くないから、うん、あれで、まあ、これもなんか、いや俺もないですよ、最近はないですよ、うん、こういう話もなんかたあのミキ君とあのしようかなと思ってたけどさ、うん、やっぱさ
どうなんだろう、こういうのやっぱほら自分の生活が本当に満たされてて、うん、忙しくて充実してたら、うん、あんまりそういうことはあのする時間がないし、しようと思わないんだけどなって、これいらない。まあそれは年も関係あるんじゃないですか。若いうちだったらほらね、結構モテ余ってるから、ね、まあそうだね。だけど、まあ、それは俺たちが年っていうのもあるんじゃないですか、ね、でももうやっぱそういう人たちには、うん、あの覚悟ないんだったらもう質問やめてくださいっていう。いやだから一回返事返したんですよ。でいやそういうなんかそこまで考えて、それは15歳の子だったんですけど、あ15歳の子、うん、そこまで考えてなかったんで、すいません今回の話は辞退させていただきますって言うから、いや辞退する前に雇ってないですよって話をしたんです。でさ15歳それってすごい失礼だから気をつけた方がいいよって。15歳だったらさ、なんで学校に留学しないの。まず勉強しようよ英語、まあうん、アメリカ来てさ、うん、だって15歳、まあ、親からほら逃げたかったんじゃないですか。俺もそういう時あったっすから、俺も家でして新聞配達とかやったんで。それだったら日本でさお金をしっかり貯めて、うん、あのアルバイトで何でもしてさ、うん、もう俺だって200万貯めてきたよ。マジですか。俺5万円貯めてきましたよ。5万円貯めたの。俺はだって5万円貯めて、あの観光で来て、うん、夜中ホテルから逃げ出しましたよ。本当に。いやしかしさ、今度昨日さ思い出夜中2時半に逃げ出しましたよ、ツアーのホテルから。話それるんだけどさ、うん、昨日寝る前にハッと思ったんだけどさ、これ視聴者っていうかこの番組でさ、視聴者3人お願いします。番組でさ、マシンガンの話しようよ。なんか警察が部屋に乗り込んできた話あったじゃん。あれでしょ、はじめさんとこでもしたし、俺のとこでも知ってますよ。もう知ってるんだ。もうじゃあみんな知ってるんだ。みんな知らせしたし。そうなんだ。もうああいうのさ、あれとか崖から落ちたのとかも全部知ってます。崖から落ちたの、それ知らないね。ほら、BM ダメ高いしたじゃないですか。BM だ、ベンツだとか乗ってるからだよ。そんな乗りたいでしょ。いや、俺は全然。そういうものに欲がないから、お金持ちの象徴じゃないですか。一回ぐらい乗りたいじゃないですか、人生で。なんでお金持ちになりたい。なんでお金持ちになりたくないですか。いや家族みんな元気でさ、うん、幸せだったらそれでいいじゃん。いや違うな、それはなんとかってやつですよ。いや俺本当に言葉は分かんないけど、あ、はい、何偽善、あ偽善とは違うんですよ。奇弁、奇弁、黄色い、違うだってさ、俺はもうだって家族のために、もしかしてあれですか、宇宙の話とか好きな人ですか。全然好きじゃない。宇宙の話とか好きな人ってなんかそういうお金とか否定するじゃないですか。宇宙なんて俺金持ちになりたいんですよ。宇宙なんて行きたいと思わないよ。俺は金持ちになりたいんですよ。俺札束持ってこうバーってやって、そのベッドに寝てるところにこの100ドルのベンジャミンをこういっぱい浴びたいんですよ俺。こうそれでそれしてさ、娘がさ、うん、お父さんと口きかない。いやそういうんじゃなくて、俺は個人的にそれをこれやりたいんだけど、だからそれをやるためにさ、それを達成するまでにさ、はい、ね、それもできて娘とも奥さんともみんな家族がハッピーでいたいんでしょ。もちろんそれは全部は無理だよ。いやお金あれば可能っすよ。金じゃそういうのは買えないって。お金あったらもう金で友達は買えないでしょ、うん、それはいらないっす。いやいやな、金でさ彼女は買えないの。金で幸せは買えないの。あのそういう俺はだってさ気づいたんだから、ね、皆さんに後々ほらね、うん、その人生の僕につながったこと、はい、いいっすか。いや別にそれは小出しにしてもらって、小出しでいいよ。まあ、そうやって引き伸ばそうよちょっと。ただ今、まあまあね、今日すごいずっと話してて気になってること一つあるんですけど、何何、あの昔ほらなんか北朝鮮のキム・ジョンイルさんのところに、うんうん、あの出張料理人に似てたテレンスなんとかって人いるじゃないですか。知らない。めっちゃ似てる。そんなやついる。そうひげ生えてあのサングラスかけてもよくめっちゃ似てる。よくそんなやつのところにさ給料出されて飯なんかホイホイ作りに行くよね。でもすごい、またそもうそれダメです。それダメです。それダメ。その人は、うん、ほら北朝鮮その日の朝一に。今日は寿司食いたいと。彼は飛行機乗って日本行って。小僧です。いや彼は日本行って。日本でトロを仕入れて、うん、飛行機のまた1時間帰ってきて夜寿司を握るっていう、まあ、この話はやめましょう。ちょっとあのボンズさんがちょっとあの口悪くなりそうなんで、ちょっとあのやめといてください、うん、お願いします。ダメだね、はい、それはダメだね。それ100% 出ちゃうから、ね、120% から出ちゃうのかな、うん、それに関しては、はい、まあほら俺も鬱になりかけたから、まあほぼ鬱だったけど、ね、うんうん、そこから這い上がってさ、やっぱさ、うん、生きてくれる鬱になったんですか、うん、生きていく上で何が必要なのか、何が一番大事なのかって考えたらさ、まあ、あの、ある程度お金は必要だよ、うん、お金がなかったら大変さ、それ
ったけどさ、パーってする方向の金がなくても。でもしたいでしょ、一回ぐらい。全然したいと思わなかった。全然本当に。したかったでしょ。したくない。したかったでしょ。そんなこと考えたこと。若い頃はしたかったでしょ。それだったらば、それだったらばですよ。やっぱり僕大好きなポーカーで、好きなんですか？ポーカーで目の前の5万ドルぐらいのチップを、本当の5万ドルです。オールイン。オールインしちゃうんですか？オールイン。マジ？で、勝った後に、こっちの5万と俺の5万をぐわー倒してテーブルでぐわーやって、はまきすぎたそれの方がいいな。お金じゃなくてあのチップなんだ。チップもガーッてチップもこうやってさ、なるほど、ね、これでみんな話しかけてるのをさ、もうこう聞きながらもこうスタックするあれをやりたい。あ、終わんねえよって、あ、次のハンドまた来ちゃったって、それやりたい。そうっすか。じゃあ俺は現金で、うん、まあ何の話だったっけ。その分かんないです。日本から来るって話ね。もうだからこれ、それはお断りした方がいいと思いますよ。いや、お断りというか俺に来てないんで、あの相談来てるだけなんで。だから相談、そういう相談が多いんで、うん、あのもう無理ですと、ね、まずみんなに分かってもらいたいのはまずビザが先で、うん、その次に言葉で、 ね、そっからなんですよね、うん、そっからやっとスタートなんで、まあそのビザ、言葉の前に覚悟だよね。覚悟を決めて、覚悟決めて、何が自分がアメリカ行くためにはワン・ツー・スリー何が必要なのかをまず自分で決めて、うん、あ、英語が喋れないダメ、うん、じゃあ英語を勉強する、うん、ね、ビザので、アメリカに来た時の覚悟を聞いていいですか。それを、だけど寿司屋になりたいんですけどって言われたらもうあーってなるね、やっぱり、ね、寿司屋は難しいしメジャーリーガーより難しいですか。いや、メジャーリーガーになるかならないか、そちらのあれでさ、その道筋だけのあれを教えることはいくらでもできるよ、うん、そんなの、どこの学、どこに行ってどういうふうにやったらレベルアップできるとかさ、いいコーチがどこにいるとか、そんなの全部教えれるよ、うん。あ、もううちのだからお兄ちゃんはね、まあプロ目指してやってるけど、うん、あのまあまあほらちゃんとそういうステップをちゃんと一人目で僕見てきたからね、うん、だからそれを今度次男坊に今、うん、もっと英才教育でさ、あのやって、で昨日さ、先週の金曜日、うちの次男坊がさ、あ、ちょっと本当に痛いって言って、あの腰が痛いって言って、あのこうポークする、もうピンチクチクする痛みだって言って、うん、それでなんか歩けないとかって言って、あのちょっとフットボールも休まして、野球も休まして、で、あのチームのコーチにも、あのちょっとあのドクターに行くんじゃなくて、医者に行くんじゃなくて、そのフィジカルセラピーってあるじゃないですか、このマッサージとか、そう、ここにあのうちのチームの、あのディスカウントがあるから、ここに行って、あの行ってきたらいいよって言って、で行ったんですよ、昨日わざわざですよ、予約取って、もう心配だったから痛い、もう歩けないとかって、うん、でドクターがこうやってやってくれて、あっつって、あ、いつも血圧がクレイジーみたいな、その、うん、大丈夫だよっつって、うん、でマシンガンでガーッてマッサージしてくれて、ただの筋肉痛だって120度あ、ほら成長だから伸びてんじゃないですか、骨が、背が伸びるときって。いや、ただここの筋肉が痛いんじゃないですか、腰の筋肉がもうスティッフって、その硬くなっちゃってて、あの左打ちにしてさ、あの1年経つんだけど、かっこいい左打ちなんですか、うん、右だって右が全然ダメでさ、左にしたの、うん、そしたら左やっぱりいいんだよね、左打ちかっこいいな、うん、で上は右打ち、右投げ右打ちなんだけど、下は左にしたの、うん、でやっぱこういう動きがほら今までなかったから、うん、ここがちょっとスティッフになっちゃった、うん、それが筋肉痛で彼は分かんなかった、まあ子供だから可愛いっすよ、まあまあまあね、終わってみればね、ドクターにも「It's good lesson for him」みたいな、いい勉強になったと思うよっつって、もう一応お金だけ払わされたけど、まあ、まあ、そこはアメリカなんですよね、まあまあまあ、お金は取るんですよね、金は取りますよ、120ドルですよ1時間、恐ろしい、これ音楽ダメです ね、困りますね、こういうのね、お昼休みなのかな、どっからだこれ、そのパーキングでさ、誰かが休んでるのよ、うん、ちょっとあっちの奥行ったんだよ、この閉めた方がいいんじゃないですか、この公園あれですよね、もう30分喋ってるじゃないですか、でも今日カットするとこいっぱいあるから、うん、じゃあ、うん、ちゃんとカットしようぞ、終わりはい、見てくださいこれ、今日あったかいね、これね、みんな気づいてないかもしれないけど、お疲れ様です、クリームパンなんだよクリームパンなんだよ、これこれ拳じゃないんだよ、クリームパンなんだよ、もう一個あるよ、クリームで、まあそれはいいんですけどね、僕ほら
毎回言ってんすけどね、もういい加減に本当にしてほしいんですよ。登録してもらっていいですかね。登録していただいて、グッドボタンとかコメントとか、そういうのいただけないと俺生活できないんですよ。あ、まあ、生活はしない。しつこいね、なんてね。まあ、そういうことでもう終わっちゃいます。俺も終わっちゃいます。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 からの、クリームパン。